2002年世界のゲームシーンに衝撃と感動を与えたデビュー作イコ。2005年発表のワンダと巨像では圧倒的なスケール感で確固たる独自の世界観を作り上げた。日本のみならず世界の数多くの賞を受賞するゲームクリエイター上田文人、待望の最新作そのベールがついに明かされる。タイトルは人食いのオアシトリコ。犬でもなく猫でもなく鳥でもない、トリコはさまざまな動物をモチーフにした架空の動物である。架空の動物にしたっていうのもよりリアルに感じるため、リアルな動物をきちんと表現したい。実在しないんだけど実在してそうな要素をこうミックスしてる。架空だからこそ表現できるリアルがある、そう上田は語る。物理的には合ってるんですよ。筋肉のクッションだったりとか、実際の吊り橋だと抵抗もあったりするんで、石ぐらいで止まると、はい、尻尾の動きのチェックをしたりした。主人公の少年が捕まって別の場所に移動したりとか、変な世界を表現したいっていうのがあるんで、リアルにリアルに表現できる細かいディテールまで全て表現しよう。全て その創作物にはリアリティが必要だと思ってますね。ゲームの世界において難易度が高いとされる自然や動物のリアルな表現に上田はこだわる。細かい草の揺れであったりとか、オワシの羽の揺れであったりとか、動いているからこそ出ている情報量というのを見てほしいなと思いますね。連日制作が進められている人食いのオワシトリコ、その映像が今回日本で初めて公開される。やはり集大成的な、これまで培ったもの、どういう話になるかまだわからないですけど、やっぱり意外性がある方が面白いと思うので、意外性のある結果になるようなエンディングであったりとか物語になればいいなというふうには考えてますね。期待してて待っててくださいってことですね。